通った道が一緒だっていうなんか安心感、うん、けど僕らの頃ってその通る道って結構一つしかなかったりするじゃないですか、うん、最初始めの頃ってさ、やっぱあの好きなバンドのポスター欲しくて買いに行ったりとか、そのポスターが目当てで予約したりとかするとさ、例えばゼッペリン買ったらジミー・ペイジのポスターだったし、うん、パープル買えばリッチの ねポスターだったし、うん、だロックイコールギターっていうのはやっぱ少なくとも僕らの間にはある、ね、そうですね、うんうん、まあ、それが僕にとってミック・ロンソンだったりとか、うんうん、だんだんその趣味は違えどさ、うんうん、まあ、あとギターのあの重みとか、うん、なかなかいい音が出てくれない感じとかそればっかりはギタリスト同士じゃないと話せなかったりしますよね。そうですね、うんうん、でもとうとうあれじゃないですか、歌うギタリストに、そうきたか、そうなんですよね、まあ、後輩としては出せる限りの力をね出して楽しいでしょ、うん、割とね、そのなんていうの、もともとのきっかけはそのほら全然さ音楽作ったりとかこう、まあ、歌うっていうことでさ、いわゆる方向が全然普段と変わるじゃない、うん、あれはねやっぱりねすごい新鮮でしたよね、うん、例えばあと言葉書くこととかさ、うん、結構楽しいなと、苦しいけどね、うん、だからねすごい作ってる時は本当に大変なことしてるんだなっていうね、うん、気になれたの自分で。なるほどね。でもほら作り終えたらさ、こうそんな大層なことしてたのかなっていう気分になれるじゃない。なるほど、ね、だからその段階で結構ワンステップ上がれてんだよね多分ね、うんうん、まあ、ほら大先輩が前にね、いやいやいや、そんなこと言うのもなんですけど何言いますか。でもだから歌うようになって初めてボーカリストの大変さとか知るじゃん、うん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 、いやヒムロックになんかもうちょっとブレスがある曲を書いてあげればよかったなとかさ、自分の曲ってとにかくブレスがない曲ばっかりだったみたいな、うん、自分で歌い始めて気がついたりとかさ、うんうん、歌う呼吸とギター弾く呼吸って違うじゃないですか、うんうん、特にライブなんかやると思うけど、うん、やっぱダウンする、思いっきりダウンピッキングするときは息吸うわけないじゃないですかってさ、そうだね、うん、思いっきりギター行った後にボーカルマイクに向かうときに息がないとかさ、うんうんうん、最近ようやくバランス取れてきたけど、うん、でも楽しいよね、うん、やっぱり松本さんの書く曲っていうのも絶対的にメロディーがあって、うん、歌があるべき曲があったからこそビーズっていう形になったんだろうし、うんうん、そうだね、歌うのは必然だったような気がしますけどね、うん、でも結構一緒に飲んだりするとやっぱ海外の話よく出ますよね、やっぱ憧れっていうか、うん、うん、日本人である前に地球人でありたいなと思うしね、世界人でありたいなと思うしさ、うん、ギターを手にした時にそんな夢も一緒に手にしたような気がするしさ、うん、やっぱプレイすると楽しいですよね、うん、ビジネスが広がっていくとかっていう意味合いじゃなくて全く、うん、あの世界中でプレイしたいなとは思う、すごい。それありますよね、うん、本当もうだって関係ないもんね、うんうん、やっぱりさたまたま立ち寄ったミラノかなんかで、うん、坂本龍一さんのポスター、コンサートのポスターなんか見ると悔しいもんね、うん、日本人の前に世界人でいらっしゃること、うん、まあ、スタイルは違えどさ、うん、いろんな人たちがいろんな場所で頑張ってきたものにリスペクトをするしさ、うん、また自分でもそういう自分の道を作っていきたいなっていうか、作りたいですねぜひね、うん、一緒にさ飲んだ時にさ、うん、言ってたじゃない、単純にさそのほら子供の頃にさ、なんだろう、こう例えばギター持ってさすごい人数の前でやりたいっていうのと同じような感じでさ、うん、ワールドツアーやりたいじゃんって言ってたじゃない、やりたいんだよね、あれすごくね、うん、俺印象深いんだけどね、ちょっとなんていうの、本当に全然子供の頃のことを忘れてないなっていうかさ、うんうん、単純にそうなんだよね、うん、ワールドツアーやりたいじゃんっていうさ、うん、でもさ最近思うんだけど、いつもそれを思い出していないと叶わないだろうし、うん、やりたいと思わなくなってきちゃうだろうし、まあ、年齢的な危機感も感じるしあとは大御所だけかよみたいなさ、大御所になるぐらいだったらちょっとなんかロックンロールっていう名前を人生から外したいなっていう気もするしね。でもまあギターを手にした時からそういった意味合いだともうパスポートあるわけですよね、うん、あとはもうそれをいろんな国でハンコをもらっていきたいっていうかさ、いや僕はやっぱ人生、うん、まあ最後はいつだか分かんないですけど、うん、振り返った時にやっぱでっかいアドベンチャーだったなと思いたいしね、冒険、まあ、男の子な限りは冒険が全てのような気がするし、